泉曲娘は日本の女性パフォーマンスグループ。群馬県みなかみ町内や関東地方のイベントを中心に活動しているが、国内の他海外でのステージも経験がある。ダンスや歌を通して癒しと元気を人々に降り注ぎ、温泉のような効果を与えるイベントやステージを目指している。また、みなかみ町内に実際にある18カ所の公式温泉地の看板娘役として、 各担当温泉地や水なみ町の魅力を伝えている。2015年3月に実施された群馬県水なみ町10周年記念事業の動画制作及び PR 戦略に関する業務委託に係るプロポーザルにおいて言葉リスタ株式会社が最終受託者に決定、天狗株式会社と主に泉局史プロジェクトを立ち上げる。天狗工房が漫画の原作、企画、 キャラクターデザインなどを行い、言葉リスタが、町おこし、商店街活性化の総合プロデュースを行う。群馬県みなかみ町にあるみなかみ十八湯を舞台として制作された漫画泉曲子は、天狗工房の代表、福士直也原作による激烈温泉バトルファンタジーであるが、この漫画泉曲子に登場する温泉宿の看板娘をモチーフとした衣装で、 イベントなどでパフォーマンスをするグループとして、泉曲娘が結成された。現在、レギュラーメンバー以外は担当する、看板娘役が固定されていない。イベントによって、臨時で参加するメンバーがいる。メンバーは、普段、個人で、シンガーやタレント活動などを知っているが、イベント時に、泉曲娘として集まるというシステムをとっている。ドラゴン温泉パラダイスと、激烈プロテングは、 カラオケスキットで配信されていた。ミナカミング体操パフォーマンス時使用。泉曲娘の歌ではない。群馬県み上町が10周年を記念して制作したもの。体操というよりダンスに近い。泉曲娘はステージでミラー状態で踊っている。ありがとうございます。